くんです。たんたんです。いくです。さあですなーきんです。だれ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 。というわけで皆さん、はい、ウミガメのスープって知ってますか？ああ、美味しいよね、ジャンキー。あれは美味しい。ジャンキージュニアも大好きよ。ジュニアジュニアじゃなくて。ジュニアジュニアにもカメラついてるかもしれない。はい、というわけでですね、はい、ウミガメのスープっていうのは、まあ、はい、問題文がありまして、その問題文だけじゃ導き出せないんです。なので、みんなが、はいか家で答えられる、質問をしていって、絞り出して答えを当てていく。そういうゲームでございます。じゃあ早速、はい、問題をお願いします。うん、確かそれはしょっぱいですか？伝わってなかった。じゃああつきさんの問題聞こうか、まず。かわいいこれの一個の説明があるか。いや企画の前に説明してたんですよ。じゃああつきがダメだったら、はい、あ、俺が悪いよ。そうだね。じゃああつき、あくん問題教えてください。はい、問題って何？えぇ、ー、じゃあこれダメじゃん。大地言ったれよお前。はい、行くぞ。おう、これはしょっぱいですか？分かってらっしゃる。お前今俺は何を考えてるでしょうか？はい、広いな。答え変えられないように、はい、書いといてください。ちょっと書いてくる、はいはい、見えないとこで書いてくださいね。あー多分エロいことだな。いやーおい、しこってんな裏で。多分エロいこと考えてんな俺。そういうこと？はいか家で答えられない質問は第一は答えられませんっていう。なるほどなるほど、はい、わかりました。で、回答権は一人一回です。なるほど、質問も回答も一人一個。違います。質問は何回でもしていいですけど、回答権だけ1回です。どのタイミングで、分かったタイミングではいみたいなこと。そう、じゃあ質問していきます。一番ルール分かってる。じゃあ1君から質問していきましょう。それは性的なことですよね？いいえ。いいえ。じゃあ、あんた振りがあったのに。そうだよ。あ、はい、お、それは誰でも経験していますか？いえ。はい。じゃあそれは行動ですか？いえ。行動？それはものですか？ま、部分的にはそうかも。なんだ？さあ有名ですか？有。はいはいはい。おお、これいい質問だね。すごいね。有名。あ、はい。何々したいなですか？あ、いいえ。はい、画家ですか？ええってこと？え、そう。え、はい。ええ、すごいいい質問じゃん。どういうこと？なんか掴んでるな。ねえ、はいはい。それは美術館にあったりしますか？はい。なんで？はい、その絵は自分で描くんですか？いいえ。有名で。どういうこと？有名ってどういうことなんだろう？で、美術館にはないんでしょ。そう。でも絵なんでしょ。漫画ですか？はい。それは最近作られた絵ですか？いいえ。はい、おー、いい質問。本ですか？はい。さっき恐竜のさ、本の話してたよ。してた、撮影の前にね。はい。恐竜の本ですか？いいえ。はい。それは動物や虫や関係していますか？あ、はい。すごい、さっきからいい質問。え、さっきさ、恐竜以外なんか見てた？わかったぞ。答え、答え分かりました。はい、じゃあ答えお願いします。いいですか、当てちゃって。いいよ。大ちゃんが考えてたこと、ライオンです。あ、いえ。あはは、考えてる。じゃあ、じゃあむずいよこれ。え、超むずいじゃん。え、絵本ですか？はい。え、図鑑ですか？いいえ。絵本出すよ。違う、子供が見そうな本です。はい、子供が見そうな本だ。あ、だいぶ絞られてきたよみんな。グリとグラとかそっち系の。そういうことなんじゃないの？タイプだ。はい。それはうちにありましたか？はい。おお、え、これだいぶヒントじゃん。挙手した方がいいんじゃないの？じゃあちょっといきますわ。ウォーリーを探せ。バカ、いやわ。いくん、脱落。くそ。昆虫は出てきますか？あ、はい。じゃあちょっとギブアップで、うん、じゃあちょっと紙と一緒に見せてください。トゥル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 トゥ
腹ペコアオムシ。なるほど。あ、食べ物が感じ。うわぁ、そういうこと。見せて見せて見せて。色鉛筆のケース、これで思いついた。目に入ったんだ。そう、あー、あったわ。大好きだったわ、内原ペコアオムシ。歌も歌ってたしね。わかんねえ。いや、でも一瞬こっち見られた時にちょっと焦った。はい、じゃあ次、あっくんが問題を出してくれるので言ってもらいましょう。俺が一番欲しいもの。あー、いいですね。じゃあこれ書いていきましょう。なんかこれ大ちゃんが一番得意そうだな、ナナも。まあこれが簡単なウミガメのスープですね。本当のウミガメのスープはもっと問題が凝ってるんですよ。じゃあ、はい、あっくんの番でございます。3分かかります。もう3分ですね。俺が難しすぎるから。じゃあそれはゲームですか。いえ。それは遊ぶものですか。そう。はい、ぬいぐるみですか。いえ。くそ。はい、蹴って遊ぶものですか。いえ。はい、それはボールですか。いえ。マジか。はい、それは食べ物ですか。いえ。ゲームの中のものですか。はい。ゲームの中のものだ。ゲームの中のもの。だからなんか課金とかさ、なんかこうアイテムとかの話じゃない。はい。はい、それはサッカーゲームですか。はい。あー、わかんねー。それは、それは、選手ですか。いえ。え、選手じゃない。違うんだ。私もそれだと思ったの。ねえ。うん。え、ずっと言って、昨日もずっと言ってた。はい。課金要素ね。課金だな。じゃあ俺も行くよ。もう答え出す。じゃあ答え、お願いします。じゃあ大ちゃん行くよ。課金カード。違います。画面の中のものっつってんのに。でもさ、現実のお金は手に持てないっつったじゃん。現実のお金は手に持てない。え、で、持てないって言ったの。あ、部分的に。あ、カップラーメン。じゃあもうこれは一人一人もう答え言うってことですかね。アックの好きなサッカーボールのガチャのコイン。違う。もうソフト自体が欲しい。いえ。いや、バカじゃん。やってるじゃん。めっちゃ特殊なボール。いえ。うわー、最後まいちゃん当てて。決まった選手。いえ。うわー、じゃあちょっと答え明かしてもらいましょうか。むずいですよこれは。難しいな。いや、これみんなやってないゲームだからね。あっくんだけハマってるから。いきまーす。3、2、サッカーゴール。え、どういうこと。え、何、ゴールの見た目変えれんの。サッカーゴールだよ。ゲームじゃねえってだから。ゲームの中に映ってんじゃん。そういうことか。サッカーゴール。こいつ、うわー、映ってるじゃん。サッカーゴール。そういうことかよ。じゃあゲームの世界で。ほんとほんと。欲しいものだと思ってたけど。またじゃあゼロポイントですね。じゃあ俺問題出しますね。はい。うわー、めっちゃむずそう。だってこいつ頭悪いもん。早くして問題。はい。俺が人生で一番嫌だなと思ったことは何でしょう。うーわ、なんだその気持ち悪い才能が。なんか昔聞いたことある気がする。難しかった。いや、難しかったよ。いや、これは俺らの質問の仕方が悪かったって。もう思い込んでた、あのゲームの中で。そうや、思い込みね。ジャンボ女子、あの俺このペンの匂い好きだわ。いやー、はい、はい、これは人間関係ですか。はい。うわー、早い。いいね。はい。はい、それは中学生の時の出来事ですか。いいえ。はい、はい、それは小学生の時の出来事ですか。いいえ。はい、はい、それは相手は女の人ですか。いいえ。はい、うん、それはバイト中に起こったことですか。いいえ。何かしらの建物ですか。どういうこと。はい、はい、相手は女の人ですか。はい。意外。いっくんより上ですか。はい。うお、年上だ。ジャンキーですか。はい。おい、やったなこいつ。え、それってガチですか。はい。ごめんごめん、もう一回問題言っていい。人生で俺が一番嫌だった出来事。何をしたの。やばい。撮影中の出来事ですか。はい。だいぶ縛られたぞ。うわ、ジャンキーの。何したのよ。はい、それは動画に残っていますか。はい。お、あ、いいえ。いいえ。いいえ。おやすじんだよ。はいはい。裏で何してんの。え、ちょっと待って、あの、これ今のは分からないにしといて。ああ、分からない、動画になってるか分からない、覚えていない。え、動画見てないから。はい、それはカットされていますか。それが分からないってことでしょ。え、分かんないのか。カットされてるかされてないか。マジかよ。早い。では答え言えますか皆さん。
一くんのお気に入り、お気に入りの服にジャンキーの手足がついたこと。いいえ。いいえ。よかった。はい。一くんの服を着られて汚されたこと。いいえ。いや、これ動画になってんだよな。いや、俺もね、考えつくのね、動画になってんだよ。いや、だから、ちょっとわかんないから、それでもいいよ。だから。ジャンキーにお部屋を臭い臭い言われたこと。ああ、いいえ。あ、でもちょっと迷った。俺、それかと思ったのよ。今、ちょっと迷ったぞ、こいつ。俺に、童貞であること、じゃないことをバラされた。いいえ。一家のお気に入りの服で、服を、ジャンキーの手足で塗る。もう同じこと言ってる。はい、なんで。はい、じゃあ答え。はい。俺が女装した時にジャンキーがエロい目で見てきたこと。あ見てねえわ断じて。はい、一くんママの時。そう。あ確かに、そう。動画になってる、動画になってる。カルドンのあれでしょ。そうそうそう。その時でしょ。そう。うん、あれがどっちに残ってたか残ってないかちょっと忘れちゃって。動画になってる。そう、でもあれなんか撮影だからなんかね、わざとらしかったけど、もう撮影外でもなんか照れてさ、そう目合わせない。あー確かに気持ち悪かった。そう、それが人生で一番嫌だったこと。待って待って待って、本当嫌だね。人生で一番かそれ。なあ、お前いろいろ経験してきてるだろ。辛いこといっぱいあったろ。それのうちのこれか。うん、一番だった。確かにこれは嫌だわ。あの僅差とかじゃない、もう圧倒的。最悪じゃない。もう女装したのが悪いと思うけどな、むしろ。はい、はい、俺はこうでした。ちょっと誰も当てらんねえじゃん、どうすんのよ。やばいね、ゼロポイント全員。ね、じゃあ問題出せそう。お、じゃあ7行こうよ、真ん中に来て。俺の好きな動物。おっ、オッケーオッケーオッケー、いいね、いいね、いいね。これは誰かしら当てられる。これはいける。いや、いけるよ。これサービス問題よ。1人ぐらいはさ。よし、じゃあ3分測りましょうか。じゃあ行きますよ。そこ、よっ。はい。え、それは猫科ですか。違う。それは犬科ですか。No。それ人間ですか。いいえ。それは魚ですか。部分的にそう。はい。それは大きいですね。あ、はい。俺も答え。それは大きい。俺も答え。じゃあ俺も答えいきたい。じゃんけんしょ。最初はグー。じゃんけんぽい。あいこ、あいこしょ。よし。シャチ。成功。よし。イエーイ。すげえ。早い。そうだ、こいつ。シャチ、シャチさん、シャチさん。え、なんだと思う、シャチ。うわー。シャー、すごい。2分17秒も残ってます。いや素晴らしいですね。43秒で答えを取る。で俺行きましょうか。わかりました。今僕がここ地面を掘りました。はい、何かが出てきました。はい、何でしょう。普通さ、なんか勉強してる時とか、ママたちは編集してる時、口が寂しいからお菓子食べるって言うじゃん。うん、違うんだよ。ジャンキーは手が寂しいからつってちっいじり始めた。どういうこと。もう俺がイメージしたものですね。あ、ジャンキーが出てきたものをイメージしたものね。はい、よーい、スタート。はいはいはい。おっぱいの大きい女の子。いや、当てにいってよ。答え答え。ちょっと待って待って待って。え、今の答えでいいですか。何今の、何今の。え、はい、いいえとかじゃない。答えでいいですか。具体的におっぱいの大きい女の子。え、怖い。え、じゃあはい、やだ。じゃあ答えどうですか。ノー。違う。いけ、ちょっと怖いよ。ほら。それは輝くものですか。あ、部分的にそう。宝物ですか。部分的にそう。有名ですか。はい。それは黒いですか。部分的にそう。わかった、わかった、わかった、答えかも。俺答え。はい、大ちゃん。黒ずんだ。なんかあるか。あるか。で、それは、はい、それを使ってお店になっていますか。はい。はい。はい。温泉。ブブー。はい。映画に出ていますか。はい。分かっちゃった俺。え、はい、それは食べ物ですか。いえ。あ、ダメだ。人間に関係していますか。はい。実際、うん、地面から出てくるものですか。いいえ。想像です。うん。ジャンキーが好きなものですか。はい。あ、それは、それはスースーしますか。いやー、ミンティアや。それは昔、貴重品として扱われていましたか。ああ、はい。部分的に、はい、はい。はい、ここまでです。じゃあもう、ここ3人もう終わってるから。終わってるから。あの、1秒で終わっちゃったから。おっぱいの大きい女の子まで終わっちゃいましたから。一番最初に、はい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 。おっぱいの大きい女の子。2つの意味で、ほら。じゃあ行って。はい、なら何ですか。
小判。あー違います。違う、これアックの分使って言っていいかな。タクス俺だって逆にそれで言ってもアックのポイントになる。いいよ、はい、いきます。はい。もうダメ。はい、僕はちょっとこれです。なるほど。かけてるさ。いや、かけてるさ。新しいメガネが土の中から出てきたっていうのを想像してます。思うんです。全部隠れてる。最後、まいちゃんいきましょう。じゃあ、このままだとちょっとね、俺勝っちゃう。そうだよ。これ1000ポイントですよ。じゃあいきます。はい、今私が息子たち4人に不満に思っていること、おお答えください。わかりました。じゃあ書いてきてください。自分の胸に手を当てて聞けばいいだけですかね。息子たちってことはさ、共通ですよ。ですよね。聞いてみるわ。なんか最近その息子ちゃうな。一つのことですよ。みんなに対して同じことを不満に思っております。はいはい、はい、それは昔から不満を持ってますか。いいえ。それはお金に関係しますか。いいえ。はい、お家の中でのことですか。はい。え、はい、それはポジティブなことですか。はい。はい、わかりました、答え。はい、ジェイくんどうぞ。俺もなんとなく分かった気がする。俺たちが可愛すぎる。いいえ。可愛いけど、この答えではない。なるほど。はい、それは行動ですか。はい。はい、日常に関係していますか。はい。なになに、はい、それはお皿に関係してますか。いいえ。お前じゃね。あ、それは車に関係してますか。いいえ。はい、兄弟間でばらつきはありますか。はい。はい、それはママに対しての態度ですか。はい。わかった、俺わかった、俺わかった。じゃあ行きますか、答え。俺わかった。不満に思ってること。はい、うん、どうしてみんな私のことを愛してくれないのっていう不満。惜しいにさせてください。正解とはちょっと言えない。はい。あ、なんでいっくんだけ愛してくれないの。違う、4人に不満。うん、ポジティブなんでしょ。うん、まいちゃんに対して気を使っているところ。いいえ。じゃあジャンキーさん。はい、じゃあ最後当てますよ。はい。親離れしてしまっ。いいえ。早かったね。早かったね、なんかね。こちら、じゃん。寝起きのハグが減りました。なんでとんの。ナナはね、あ、ちょっとね、してくれてるけど、ナナも減ってきたし。イックは、あの、昔やってくれてたの。そうだよ、みんなね、いつもおはようハグってね、やってくれてたのにね、うん、全然この二人は特にね、やってくれないの。これが不満なの、私の。なんでハグしてくれないの。ハグして。黙れ。届け